回転してもしっかりと当ててきます ね。おそらくこのエルナンデスを仕留めきれれば世界に比嘉が追い切れない相手はいなくなります。それだけの相手です、前チャンピオンのエルナンデス。ニュートラルコーナーに詰めながら左、初のダウンはいずれも左で奪ってきました。比嘉大吾打たせて打つ、そしてボディーから最後は右アッパーだ、右アッパーで世界を取ったか。立ち上がれるかエルナンデス、立ち上がります。この試合3度目のダウン、まだ試合は続きます。エルナンデス足に来てますよ、チャンスです。今勝負行くべきですね、今こそ沖縄魂。よろめくエルナンデス左だ、さあ比嘉のパンチだけに注目、狙わないで手を出したいですね、コンビネーションですね、はい、左のジャブ得意のパンチの一つです、左ジャブ右から左、すらせて打つスタイルもあります。あのアッパーに右のフックを合わせる練習もしてきました。左カウンター、詰めた詰めた、逃げます、エルナンデス詰めました、ボディガードの上から距離を詰めたボディーブロー、何度も何度もチャンスは訪れます、狙っています。比嘉大吾ワンツーで距離を取ってくるエルナンデス、フィニッシュの瞬間はどうか、右アッパー、ナイス、ちょっと足に来ていますエルナンデス、潜り込むような右アッパー、今日は左で2つ右で1つ、ボディーブロー効いている、ボディーブロー取ったでしょう、取ったでしょう、25年ぶりまだ立ち上がります、2つ目のダウン。この試合は WBC ルールフリーノックダウン制です、立ち上がれば何度でも試合は続行します。ナイスボディー、さあ来た、投げ倒した、沖縄に生まれた新しい風が沖縄の新しい歴史を作る、立ち上がったエルナンデス、しかしもう虫の息、さあ行け比嘉大吾、残り10秒左を伸ばす、右ストレート、また打った、取りました、新しい沖縄生まれの世界チャンピオンが25年ぶりやりました、おめでとう比嘉大吾。そして今具志堅会長、白井具志堅ジム悲願の世界チャンピオン、その夢を比嘉大吾が果たしました。その瞳からは涙がこぼれているでしょうか。よくやった、まだ具志堅会長に笑顔はありません。沖縄初の世界チャンピオンが具志堅用高さん、国体ベスト8、あ、具志堅さんは笑顔ではありません、具志堅用高の瞳にも涙。具志堅さんと同じ21歳で世界王者になるという夢が叶いましたね。そうですね、山中さん、今日の戦いを振り返っていかがでしょう。いやもう少しやっぱ苦戦すると思ってましたけど、はい、序盤からエルナンデスにあれだけパンチを当てれるんですから、もう本当に大したもんです。楽しみなチャンピオンがまた一人生まれました ね。今後も楽しみですね、はい、ただいまのレフェリービッグドラフリッチが試験陽光さんの勝った後の笑顔、いつもボクシングジムでは非常に怖い目をしているそうです。その具志堅さんの特集番組を見て、ずっとバラエティ番組に出ている沖縄出身の面白いおじさんと思っていたそうです。ただあの具志堅さんのあの獲物を狙うような瞳を見て、自分もいつかは世界チャンピオンになりたいと思い、ボクシング人生は始まりました。やりました、比嘉大吾がやりました。
今乃木ジョージトレーナーにベルトを巻いてもらっています。あ、ちょっとおめかしする余裕も出てきました。まあ、西岡さん体を見れば一目瞭然、厳しいトレーニングを全勝全経を積んできたんでしょうね。そうですね、まあ、ボクシングのトレーニングもそしてフィジカルのトレーニングも本当毎日頑張ってきた結果がこうして報われて、はい、本当もう感動しますね。馬淵健陽子さんは13回の防衛記録を持っていますが、どんなチャンピオンに西岡さんになってほしいですか。これで KO で世界チャンピオンになったということは、ね、13連続全 KO 勝利、日本ボクシング史上初めての快挙。いや、すごいですね。平田大吾が成し遂げました。WBC 世界フライ級新チャンピオン誕生。今乃木ジョージトレーナーと抱き合います。厳しいトレーニングを乗り越えて掴んだ栄光でもあります。まだね、それから山中さん、西岡さん、具志堅さんが笑いませんよ。いや、多分ね、感動をね押し殺してこう涙するのを我慢してるんだと思うんですよ。沖縄に生まれた初めてのボクシング世界チャンピオンが具志堅陽子さんです。それから6人の世界チャンピオン、非公認を含めれば7人の沖縄からチャンピオンが誕生していますが、25年ぶり沖縄にチャンピオンベルトを持ち帰ります。一度は笑顔に変わった平大吾、もう一度その瞳から涙。どんなコメントでその喜びを表現してくれるでしょうか。21歳でこのボクシングというのは本当に素晴らしいですね。応援できるというのは非常にあのダウンを奪った後も冷静な戦い方も山中さん、そうですね、感じましたね。これでもかというダウンを奪って打ちのめしていきました。さあ、それではその喜びの声を沖縄を含めました全国の皆さんに届けましょう。沖縄から誇り高き世界チャンピオンの誕生です。見事 WBC フライ級新チャンピオンに輝きました比嘉大吾選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。本当まずこの試合を組んでくれた会長、SGS、ジムスタッフ、トレーナーに感謝して、それとこの試合に絡んできた帝拳ジム長野マネージャーと、本田会長、浜田代表にも感謝してこの試合に挑んで本当最高の結果出せてよかったです。それと、昨日が、自分たちのジムの名誉会長白井義雄先生の、ボクシングの日だったので、本当この WBC のフライ級のベルトを取り返してよかったです。ありがとうございます。今ご自身のお話にもありましたけれども、見事沖縄から25年ぶりの世界チャンピオン誕生、そして具志堅ジム、白井具志堅ジム初の世界チャンピオンになりました。いかがですか。いや、もう本当最高ですね。本当怖くて試合、会長トレーナー選手にジム、具志堅ジム全員の選手に支えられて、ファンもここまで来れたと思ってます。試合中歯の支えてるあれが取れてちょっとびっくりして、うがいしたらなんか狩り場が ポロって取れて、今歯がちょっと裏がない状態なんで、すいません。それだけ壮絶な戦いでした。まあ、特に相手は軽量オーバーして迎えた相手だったということで、どんな思いで挑んできました。そうですね、絶対自分の軽量の姿を写真載せたらちょっと SNS で背中がやばいと、自分のちょっとやばいってなって、いや自分も本当減量きつくて、1週間前にトレーナー1時間家にかけて呼んでパニック障害みたいなのを起こして、本当危なかったんで、まあ、エルナンデスはパニックを起こさない状態で200オーバーで自分が絶対気持ち強いと思ってこの試合に臨みました。しかしその背筋にたがわぬファイトで見事プロデビューから全試合ノックアウト勝利で世界タイトル獲得、これは日本史上初の快挙になりました。いかがですか。本当この試合は絶対倒して取ろうと思ってたので、
日本人初の KO で全試合取ってるんで、本当この試合にかける気持ちは強かったです。隣にいらっしゃいます具志堅会長、まだ笑顔はありません。アンカーの思いだと思いますが、今どんなお気持ちですか？いや本当にありがとうございます。選手を比嘉大吾を褒めてください。しかし会長、コーナーでご覧になっていて、弟子の姿はどんなふうに映っていました？本当に心配でしたよ。だけど私は信用していましたから、大吾のことをずっと、はい、世界チャンピオンになるということをその約束をしていましたから、本当に素晴らしい試合をしてくれたと思います。具志堅会長からの素晴らしい褒め言葉をいただきました。もうまさに戦っている最中は背中に具志堅会長の姿、冠橋が見える戦いでした。今後に向けてメッセージをお願いします。もう会長みたいな偉大な世界チャンピオンにワンも冠橋ない。ありがとうございます。ありがとうございました。見事世界新チャンピオンに輝きました比嘉大吾選手でした。沖縄に生まれた新しい世界チャンピオンは25年ぶりです。さあこの後は一体いくつ奪ったでしょうか。比嘉大吾のダウンラッシュをもう一度。